おい、論破王ひろゆき、おい、論破王ひろゆき、言ってくれたな、おい。ブニョブニョ、アロー、YouTube。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ、ムケオが、ロレックス駅伝で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮、ムケます。勤務決まってるけど、ねえ、ということで、マジでチャンネル登録お願いします。本当に、本当にお願いします。右下にチャンネル登録ってあるじゃないですか。お願いします。もう、お願いします。人生散らかしたいんで、お願いします。はい。あのね、今日ね、今ね、話題の西村博之さんですね。あの、2チャンネル創設者のね、博之さん、博之さんね、結構いろいろ、あれめちゃめちゃ面白いですね。ねえ、本当に面白いんですけど、なんかね、あの男がね、ロレックスについて語ってやったんですよ。語って嫌がったんですよね。ちょっとこれについて、論破を俺が論破していこうかなっていうふうに思います。ね、質問者の人がね、こう聞いてたんですよ。まあ、要は、今のあれですよね。ロレックスのこの正規店で、欲しいモデルが買えないという現状について、ひろゆきさんはどう思いますかっていう、質問が来てたんですよ。で、これに対して、論破王ひろゆきさんが答えてたんですけれども、まあね、まあ、どういう感じだったかと言いますと、まあ、その、ロレックスのね、正規店も、お金持ちとか、お得意さんに対しては、まあ、限定モデルが出るって言ったら、これ俺のために取っといてって、なったら、それは売るんですよって。うん。でも、そのね、正規店で、一個も商品を買ったことないような、ね、貧乏人みたいな見た目をしたやつがね、まあ、デートナくださいとかそういう風に言ったとしてもね、その転売するじゃないですか、そういうやつは。うん、だから売らねえよって。だからね、その質問者の方にがね、問題なのはね、その正規店で物を一個も買ってないと、あと貧乏そうな見た目が問題ですよって言ってました。すいませんでしたすいませんでした。これ論破っていうか、まあ芯食いすぎですね。芯食ってますよね。まあ確かにな。はあ、論破王に論破されちゃったみたいなとこはあるんですけど、まあ戦ってはないですが、まあただちょっと一個思うのは、もう最近あれですよね、その何ですかね、外商販売がなくなったっていうのをちょっと聞いたんですよね。そのまあ都会の方の話なんですけど、まあ私の田舎の方ではまあそもそも外商販売してませんみたいな感じで言ってたんですけど、だからそのお得意さんに売るってあんのかな。でも実際ありそうっすよね。時々その田舎の店舗でもなんかめちゃくちゃもう金目の種類とかまで、まあ多分デートジャストとかかな、金目のデートジャストつけたおじいさんみたいな人がドカーンと座ってる時が時々あるんですよね。まあああいう方にこうね、出すっていうのはワンチャンありっちゃありですよね。まあ確かに、まあだからやっぱそういう風な、あれの、まあそれはあるな。まあそこも正しいな。言ってもまあ外商販売がないにしても、まあ実際そのね、お得意さんに売るっていうのはまあ正しいし、まあそうだね、転売しそうな貧乏人みたいな見た目のやつに、正規店はないですよって言うのも正しい。要は、ひろゆきさん正しい。はい。すいません。っていうところにはなるんですけど、ちょっとまあね、このね、ひろゆきさんのね、この的確な、アドバイスを聞いた後にちょっと自分のね、ロレックスマラソンについてね、ちょっとね、考えてみたんですよ。ちょっとね、まあ一部やっぱ間違ってるかもしれないっていうのは、これあれですよね。まあ、私そのね、まあちょっと私知らない人のために言うんですけども、もうムケオっていうのは、もともと GMT マスターステンレスね、SS モデルが青黒ベゼルのね、あれを探して、このロレックスマラソンをゼロから始めたんです。でもそんな中で、まあ、金目に、もう金目 GMT マスターに何回もあったんですよ。もう4回ぐらいあったんですよ。もうこれ奇跡やなって、もう神に取り憑かれてんなって、キャンの神にね、キャン玉の神にね、もう取り憑かれてんなっていうところでも買っちゃったんですよね、400万ね。ただ、今、私はこの金目をつけて、その、正規のね、
で、私が行ってるそのホームのね、ホームの正規店には行ってないです。ちょっとここ複雑なんですけど、私が買ったのは宮崎県の店舗で買ったんですよ、ホームの店舗でも見たんですよ、勤務区で。ここかで紙に取り憑かれて、いろいろ鹿児島とか、まあいろんなところでまた見て、で最終的にもうちょっと、もうこれはちょっとたたられてるんで、もう勤務区買うしかないということで宮崎県でも買ったんですね、これね。だから私がね、このひろゆきさんの言ってるやつでちょっとね、この合致してないところで言ったら、一度も正規店で物を買ってないっていうのが問題っていうふうに言われたんですけど、私買ってるんですよね、買ってるんですけど、私が今言ってるロレックス正規店では買ってないんですよ。そうなんですね。たでってなんかよくわかんないですけど、たで勤務区をね、じゃあつけていけばいいじゃんっていう話になるんですけど、これもね、もう私ね、つけていかないっていう判断にしたんですよね、最終的に。まあ、なんでかって言いますとね、これもやっぱもうズル向けのフォロワーさんたちが、まあね、ロレックスっていうのはその一元さんをね大切にするとねっていう話もあるんですよ、これ。まあ嘘か本当か分かんないですけど、まあタイミングとかだったりもするんですけど、だから初めてのお客様にこのロレックスをね、長く愛用していただきたいっていうのがロレックスの考え方ですよっていう、そこをね、もう私信用して言ってるんで、あえて勤務をね、持っていかないし、勤務の話もしない。要は、正体を隠して、私がキャン向こうっていうのは、正体を隠して今、正規店の方にね、通って、で、半年以上、ジムティマスはステンレス変えてませんっていう状態になってるんですよね。難しいね、難しいね、本当に。これね、ちょっとね、まあでもこんな中でも色結構レアモデルは出してはもらってるんですけど、まだ SS にはね、GMT のステンレス、ね、ステンレスにはたどり着いてないっていう現状なんですよ。でもうどうしようかな、これどう思いますね、皆さん、勤務つけていくべき。いやー、ほら、なんかいろいろさ、なんかあれじゃん、そのね、俺は言われたんですよ、今その GMT マスターをね、他の YouTuber さんがバリバリ変えてる状態なんです。でそんな中でね、皇帝さんから言われたんですよ、ね、誰や皇帝さんってなるかもしれないですけど、まあ、皇帝がいるんですけど、ね、皇帝さんに言われたんですよ、お前はなんで変えないか考えろって言われたんですよ、ね、考えてるんですよ今、本当にマジ考えてるんですよね。じゃね、2ヶ月とかで買ってんすよ、その他の YouTuber さんね、まあブルコメさんとかね、しかもその店舗だけだったら7回ぐらいで買えてんすよ、私は何回いっとんねんっていう、ね、やり方を変えないといけない。今私がパッと変えれるやり方、金目つけていく、金目持ってるけどねって言ってみる、いえこいつ転売やと思われない、もう難しいなこれ。まあちょっとね、私の方向性みたいなものをちょっと いろいろね、ちょっと考えるあれはあるんですけど、まあひろゆきに論破されてちょっとね、考え方変えていこうかなっていうのもちょっと今考えてます。これ皆さんね、最近ね、フォロワーさんもね、500人と増えていただいて本当にありがたいので、まあまた新たなね、この知恵が入ってくると思いますので、まあ今のところはまだその金目つけていこうとは思ってないんですけれども、それがプラスに出るようなやり方とか、やった方がいいっていうその確信みたいなのがもしあればね、コメントいただければなというふうに私ちょっと思ってます。はい、そんな感じでひろゆきにちょっと論破されてみた結果、ちょっと私がね、考えてみた件でありました。これワンチャンあれ、ひろゆきに聞こうかな、ひろゆきのライブでね、5万円ぐらい課金してね、ちょ聞いてみようかな、私金目持ってるんですけどつけていった方がいいですか、あれ金目って何のこと言ってるんですかとかって言われそうだな。その5万円貯めたら平行点で GMT 買えるやないかになっちゃいますよね。わからん、まあちょっとそんな感じでちょっといろいろ考えてますので、もしなんかご意見ありましたら、コメントしていただければ嬉しいです。はい、そんな感じです。以上です。バイバイ。